ある日、シークレットで開かれたコロンビアの展示会。その舞台はなんとマイナス20度の冷凍倉庫。身も凍るような極寒の展示会が幕を開ける。マイナス20度試着。生きて帰れるのかなとは思ってます。マイナス20度、ドキドキします。僕サブガイなんですけど、多分守ってくれると思うんで、はい、信頼してます。20分前生き残れれば。ゴールドのドットが体温を反射して蓄える。オムニヒートインフィニティとともにマイナス20度の世界へ。顔はすげえ寒いです。足が張り替える。ここはなるほど。暖かいです。全然暖かいです。この反射してる熱感じますね。違いがすごい分かる。温まり方はすごい安定してます。スタイリングも楽しくなりそう。近未来的な感じもすごいしますよ。雪山で来てても相当なんか頼りになるなっていう。なんといっても靴。靴の色がにびっくりです。暖かい血が送られてるっていう感覚がすぐ分かりますよね。全然耐えられました。思ってた以上にっていう感じです。全然一切20分間冷気を感じなかったですね。なかったらもう帰って これてないんです。薄いのに暖かい。スペック高くてかつ、まあ、蒸れないっていうところ。なんか寒いところにそのまま行きたい気分。試着した人の 97% が暖かさの違いを実感。ゴールドが冬の全てを遊び場にする。オムニヒートインフィニティ。せーの、ありがとう、オムニヒートインフィニティ。ありがとう。